酔っ払いに送ります。愛すべき酔っ払いに送ります。ヘビーの一家リーグ戦やろうぜ。Tell me.
せねYeah!
くて大きい列車の時の中に座ってた今日から始まる僕の旅は辛そうで次の曲は、僕がジュースカーインウォーターズで一番初めに聴いた曲ですね。明日が来なくてもなんですけど、当時中学生だったんですけど、同級生に悪いやつがいて、なんかヤンキーがジュースカー聴くっていうのが結構俺らの時あって、でそのヤンキーのやつがちょっとこれいいんだ聴いてみるって聞かされて、なんかそいつはなんかカステラがなんかやたら気に入っててカステラいいんだよっつって、なんかカステラ生クリーム何これみたいなで聞いてて、でも俺一番初めに明日が来なくても聞いて、あこの曲かっこいいって言ってジュンスカを好きになったで、この間ちょっとね、バンド続けてると本当ね神様いるもんだなと思って、去年ねジュンスカのジュンスカのね、演奏でね、クラブライブみたいなで、明日が来なくても純太さんとか小林さんとね、ベース3つで僕がベース弾いて、純スカのライブで純スカのステージに僕と出してくれてあげてもらって、その明日が来なくても演奏させてもらったって。本当ね、やっぱ神様いるかなって思ってね。あれ、シラフだったんだよね。そう、シラフ、サカッいつもこんな感じだからさ、先に入って、ごめんね、ちょっとじゃあまだ狂っちゃうかな、じゃあ聞いてください、明日のバラクロ、明日が来なくても僕と君がここで死ねろ、昨日
っぱりね、バンドが一番楽しいわ。一回ね、もうバンドやってると分かる、密室も分かると思うけど、こう、ごめん、形をね、酒飲んでないよ、俺。なんだろうね、バンドの面白さ知っちゃうとやめられないのね、じゃんね。なんか他のとこ見つかればよかったけどね。ね、これからも頑張りましょう。このバンドにかけてんだよ。お願いしますよ。ロマンチック。
まって、私たちがイエスマイジェネレーション
ゆかりの地のこの曲を送り立てます。いつだよ、レッツゴーひまりヘルズ。